皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、自宅開業で新規の生徒さんとリピーターの生徒さんを獲得するためのヒントについてお伝えしていきたいと思います。自宅開業ではですね、新規の生徒さんとあとリピートの生徒さんですね、この割合のバランスをしっかり把握して、バランスよく獲得していくということが必要になります。それぞれのアプローチが違うので、その案件について、お伝えしていきたいというふうに思います。まずですね、教室開業当初はですね、新規の方を集めなくてはいけないので、新規の生徒さんを獲得するために最も大切なものはコンセプトになります。コンセプトっていうのは、どんなものかっていうと、例えばそれが資格が取得できるとかですね、プロが教えるとか、健康で安全な、パンが作れるとか、可愛くて楽しくお菓子が作れるとか、そういうのっていうのはコンセプトとは言いません。そのコンセプトっていうのは、自分だけが提供できる、どこにもないオリジナリティあふれる唯一の、教室作りを特徴づける、ここがコンセプト策定になりますので、ここは結構見つめ直して作るのにお時間かかります。私そんなのがないですよっていう方は、全くないという場合には非常に集客が苦戦するというふうに思っていただいた方がいいと思います。というのが、教室開業する人が増えているからになります。なので、必ずしもその資格があるからいいっていうものではなく、その先生が持っているユニークな得意技を掛け合わせるっていうことも一つ考えていただきたい内容なんですね。当時はですね、写真を教えるパンの先生っていうのがほとんどいなかったので、写真とパンという講座をくっつけたものを私はやっていたりとかしていました。それはもともと写真ができていたからっていうのがあってやったものなんですけど、そういった講座を作れるかとか、なんか違うもので特技があってそれが人に喜ばれるものはないだろうかっていうのを考えてみるっていうのが、まず第一歩になります。で、その特徴を作った上で集客の全体設計をしていくことになるんですけれども、それによって見せ方が変わります。例えば発信しやすいものとかを SNS とかがあるんですけれども、やみくもに発信しても全然集客につながらないので、まずホームページをしっかり作る。で、その周りに、ブログ、YouTube、Facebook、Instagram、Twitter、いろいろこんなものを配置しながらですね、ホームページを見せていく風に流していくっていう感じになります。なので、全部やんなきゃダメなんですかとかもよく言われるんですけど、私は 7,8 年やってます。なので、それだけたくさんメディアを持ってますけれども、最初の頃はまずブログから、あとは YouTube からスタートするのがいいかなっていうふうに思います。YouTube とブログはですね、積み上げ型のコンテンツといって、多く更新すればするほど全部財産になっていくタイプのメディアになります。なので、極端な例、私が8年前に書いたブログでも、それを見て私の今のサイトにたどり着く生徒さんとかもたくさんいますので、書けば書くほど財産になっていくっていうのがブログであり、 YouTube もそうです。動画撮影すればするほどそれが全て財産になっていくので、どの入り口からでも人が来てくれるようになってます。例えば私は YouTube はもう3000本以上作っています。なので、その3000個の入り口があるということです。ブログは各種サイトを全部合わせると多分5000記事から6000記事は書いていることになりますので、それが全て入り口になってます。なので、単純に私を見つけることが入り口は1万以上あるということになりますので、見つける確率が非常に高くなるということですね。なので、ある程度の量を持っていくことが出だしの新規獲得の場合には必要になってくる行動プロセスになります。で、それとは逆にですね、今度リピーターの生徒さん、一度来てもらったら、少しでも長く続けてもらう方がいいわけですよね。そうすると、まめなフォローアップが必要になるので、ウェブ戦略というよりはアナログ、対面とか、あとはそのフォローアップの部分ですね、LINE とか、あとはメルマガ、あとはおはがきとかお手紙とか、あとは会員だけのイベントとか、そういったこうクローズドの世界で、触れ合っていくっていうことを中心にやっていくものが必要になります。あと、長年いらっしゃる方は当然内容とか内情をよく知っていらっしゃるので飽きてしまうんですね。
だから飽きさせないような工夫、季節ごとにメニューを入れ替えたりとか、あとは限定メニューを取り入れたりとか、そんな工夫とかも必要になってくるケースもあります。なので、新規とリピートの生徒さんの割合が、そうですね、既存リピーターが7、新規が3とか、それぐらいの割合で推移できるような教室運営ができると、割と運営が安定するなという肌感覚がありますので、それもぜひご参考にしてみてください。それでは。